まあ、今いろんなものが過渡期なんだろうなと思うんですけど、フジテレビの、まあ、番組がまた終わると。結構長かったんじゃないですかね。秋の開演休前に新番組や打ち切りになる番組の話題も日に日に増えている。そんな中、あるバラエティ番組を終わりを迎えることになる。バラエティの終わりっていうのが最近多いのかな。何が終わるのかというと、僕これ終わっていいなと思ったんですけど、あんまり好きじゃなかった。もともとほぼほぼ見なかったんですよ。何回か見たんですけど、嫌な番組だなと思ってたんですけど、要は爆買いスター恩返しって番組ですよ。フジテレビのね、金曜20時に放送されている爆買いスター恩返し。あ、そうなんだ。今ハライチの澤部なんだ、 MC が。2021年に10月にレギュラー放送がスタートした爆買いスター恩返し。でもその前までなんかね、ポツポツとやってたんですよね。なんかレギュラー化したんですよね。芸能人が地元に帰ってご当地グルメや特産品を爆買いして恩返しするっていうドキュメント旅バラエティっていう。なんかなぜか買うんですよね、やたらね。無駄に買うんですよ。7月21日の3時間スペシャルにはチャレンジャーとヒロミと森七菜が登場と。特にヒロミさんのパートはハワイロケということもあり、スケールが すさまじかったと。ヒロミは金持ってますからね。ヒロミは元気を失いかけたハワイを盛り上げるべき100万円の爆買いの恩返しに挑戦したと。あ、ツンクがハワイに住んでるのね、今ね。ツン巨大ロブスターを爆食いで、たまたま家族旅行でハワイに来ていた伊藤英明招集したと。最終的にヒロミさんは183万円、目標額の100万円を超える爆買いを見せつけてくれました。妻の伊代さんも声だけで出演するなど豪華な、放送会となりました。そのテレビ不況のご時世に大勢のスタッフを引き連れて2日間にわたってハワイロケを行うんです。すごいですよね。伊代ちゃんってまだ声だけなんだ。テレビ復帰できないんですかね。フジテレビは制作費を 30% から 40% カットする方針を打ち出すぐらい超金欠。3割4割削るってよっぽどですよ。4割なんつったらね、よっぽどだと思いますよ。制作費は非常にシビアになっているにもかかわらず、テレビ全盛期を放送するハワイロケですから、ね、要は番組が終わるから予算を使うという半ばやけくそロケだったと。そういうことね。ヒロミさんは自腹で爆買いしたわけですが、今のバラエティ番組が考えられない豪華なロケでした。ただ時代錯誤感あふれるキーマンハワイロケを行う番組は終わる運命にあるとも言えそうだ。爆買いったら自腹なんですか、あれ。自腹なのに出るってどういうこと。自腹じゃないですよ、さすがに。それか、もし自腹だとしても、それ以上のギャラが出てるってことですよね。100万円だったら、100万円上乗せしたギャラが出るって話ですかね。確かに、トンネルズの皆様のおかげでしたもん。よくやってましたよね。爆買いさせるのね。男気じゃんけんとかですかね。あれも嫌な番組だなと思いましたけど。なんか嫌じゃないですか。無駄に金使って、バンバン買って、ほら、食べていいよみたいなやつって、なんかいい気持ちしないんですよね、見ててね。もったいないなと思っちゃうんですよ、僕は。まあ自分が買ってもらうんだったらいいんですけど、人がね、大盤振る舞いして、全然関係ない人が喜んでるのを見るのがあんまり好きじゃないというかね。なんかもったいないじゃないですか、お金無駄に使うのって。こっちがなんか嫌な気持ちになってくるんですよ。YouTuber とかもなんか爆買いするやついるじゃないですか、成金っぽく。ヒカルとかなんかそういうのやるんでしょ、なんか。すごい高いの買っちゃいましたみたいな。フィッシャーズとかやるんじゃないですか。ああいうのもなんかね、成金っぽくて嫌ですよね。芸能人のこれもそうなんですけど、トンネルズのなんかこう買わされるやつあるじゃないですか。あれとかはあんな高いものね、欲しくもないものを高いので買わされるって、あれはなんかトンネルズのいじめっぽくて嫌だったなと。トンネルズの番組って基本的にいじめっぽいじゃないですか。後輩いじめみたいなのが多い。まあダウンタウンも近いですけど、それにね、だからなんかあのいじめネタっぽいのがちょっと笑えないんですよね。まあ、だからトンネルズの番組って終わってよかったなと思う中の一つなんですけど、特にやっぱフジテレビの笑いってそういうのが昔から多いですよね。でしかもそういうバブル引きずってる、お金バンバン出しちゃうみたいなね、爆買いさせるとか、お金出させるっていうのも、まあ、成金っぽいっちゃ成金っぽい反面と、あとなんか お金出させてるっていうような見方もあるじゃないですかね。なんかそれもいじめっぽいじゃないですか。いじめっ子がね、いじめられっ子にね、お前買えよとか、ね、お前出せよみたいな感じにも見えちゃうというか。だからなんかこういう番組もこう終わっていいんじゃないのかなと思いますよね。YouTube でいいんじゃないですかと思いますよ。YouTube でもあんまりいい気はしないけど、今 YouTube は見たい人だけ見りゃいいやって感じですけど、
地上波でどうなんですかねと思っちゃいますね。